長崎の松尾大輝選手です。今日まで二走してみて感じはいかがですか。えっと、足の感じはいいと思います。では、明日の決勝戦の意気込みをお願いします。えっと、熊本のジュリちゃんがいるので。えっと、任せて、もちろん優勝を狙っていきます。岐阜の不破正人選手です。今日まで二走してみて感じはいかがですか。そうですね。自力出してないんで、何とも言えないですけど、後輩が頑張ってくれるんで。はい、いい着取れてます。 では、明日の決勝戦の意気込みをお願いします。そうですね。明日も同県の子がい,るがいるんで、もうしっかり箱で優勝を狙えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。徳島の太田選手です。今日まで2走してみて感じはいかがですか？はい、とても感じはいいです。はい、では明日の決勝戦の意気込みをお願いします。はい、感じはいいんで。もう前前でも前々でレースをするように心がけたいです。はい。 沖縄の三木健二選手です。今日まで二走してみて感じはいかがですか。そうですね。あの、もう決勝に何年かぶりか乗れたんで、もう最高です。では、明日の決勝戦の意気込みをお願いします。あの、もう九十三人いるんで、きっちり三番で固めて、あの、明日の精一杯、あの、仕入れずに、あの、ラインに迷惑かけないように頑張ります。岐阜の大村翔平選手です。今日まで二走してみて、感じはいかがですか。まあ、一着一着なんで、悪くないと思います。 では明日の決勝戦の意気込みをお願いします明日は同県のフワ先輩の前で走るんで一生懸命頑張ります応援よろしくお願いします埼玉の服部正弘選手です今日まで2走してみて感じはいかがですかそうですねあの今まで苦しい中、えー、自力出してきて良かったと思える結果が出せてると思いますでは明日の決勝戦の意気込みをお願いします えー、まあ番組上まあメンバー上、えー、勝ち上げのメンバーみんなきついと思うので、えー、苦しい戦いにはなると思いますが自分らしい競争をして、えー、優勝を目指して頑張りたいんで応援お願いします岡山の月森亮介選手です今日まで2走してみて感じはいかがですか体は動いてると思うんで悪くないと思いますでは明日の決勝戦の意気込みをお願いします明日は短期なんですけど一発狙って 積極的に仕掛けたいと思います愛媛の広川康明選手です今日まで2走してみて感じはいかがですかそうですね決勝に乗れたんでいいと思いますでは明日の決勝戦の意気込みをお願いしますそうですね同地区の太田君がいるので太田君の後で頑張ります熊本の広田樹里選手です今日まで2走してみて感じはいかがですかえー、ちょっと日に日に良くなっているんで明日もいいと思います では明日の決勝戦の意気込みをお願いしますそうですね九州で上位を占めれるように頑張ると思います